最近話題のゴッホピカチュウについてまとめていきたいと思います。これはかなり手に入れた人ですね。まずゴッホピカチュウというのはオランダのアムステルダルムのゴッホの美術館で、何かアクティビティとかをクリアするともらえるやつですね。ちなみにあとアメリカとかカナダ、イギリスのポケモンセンターオンラインで注文すると、1商品につき1つもらえるらしいです。でもうすでに争奪戦が始まっていて、ポケモンセンターオンラインではもう在庫なしと。で、まあ、また再産するらしいんですが、どれくらい生産するかわからないですね。滝沢ガレソさんも取り上げています。すごく争奪戦ですね。現地大混乱で、まあ、メルカリでは15万ぐらいで売れているんですが、まあ、どんどん下がっていくので別に今焦って買う必要はないと思います。どうしても必要な人は。では非常にいいですよね。ドーブルがあったり、キマワリがあったり、そのゴッホの絵に近いピカチュウイブイとかですね、このゴッホの統合失調症っぽい渦巻きですね、それもよく特徴を捉えていて非常に素晴らしい。ピカチュウの黄色と青の背景が非常に映えます。あの色相関で反対ですからね。非常に素晴らしいです。まあ予想通り混乱はしたんですけど、そうですね、 eBay では、初週に5万ぐらいですかね。今どんどん下がるらしいんでどうなるかって感じですけど、日本でも来年の春ぐらいにゴッホの展覧会が東京であって、もしかしたら配られるんじゃないかっていう、まあ、ただの噂があるんですが、どうなのかなって感じですね。まあその時期チェックしておけば覚えておいた方がいいかもなって感じですね。まあムンクのピカチュウもかなり今高値ですから、これもいずれは必ず高値になるんじゃないかなと思いますが、底値がちょっと分かんないですね。どれくらい配られるのか、日本語版が出るとしたらいくらなのかって感じですね。僕はちょっと個人的には懐疑的ですね、日本語版が出るかどうかっていうのは。まあ以上です。